Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。YouTube の収益がずっと反映されなくて、でこの前 Google AdSense からピンコードが来てピンコードを入れたんだけど、銀行登録がまだできてなかったんですよね。で銀行登録をしようとするとそのボタンがクリックできない状態で、で収益がね1000円でも確定すれば銀行登録ができるって状態だったんですけど、ずっとそれがいつまでも反映されなくてゼロのまんま で昨日夜質問したんですよ、アドセンスにヘルプから。そしたら朝返信来てて、10日から14日で先月分の売上が確定されて反映されますって言って、それで1000円超えてれば銀行登録できますって返事が来てて、今日12だから、じゃあもう収益出てるんじゃないのと思って今アドセンス開いたら出てました。それで登録もできそうですね。こんな感じでね、じゃんってここの残高のとこにこれちょっとモザイクかけますけど出ました。これが1月の収益ですね。でここの支払いっていうところから銀行の登録を、そうですね、今まではねここがクリックできなかったんですよ。収益が0円になってたんで、でこれで受け取り方法の追加、できますね。でこれで銀行口座を登録って感じですね。いやー、これでついにこれで銀行登録して、で1日か2日で多分何十円か振り込まれるんですけど、その振り込まれた金額がいくらでしたっていうのを答えたら全て完了です。で2月の20何日から末までの間にこの金額が振り込まれるって感じだと思います。あとは振り込まれた金額を
数字入れて終了。多分もう明日、まあ今日か明日かぐらいには入りそうな気がするけど。だいたい想像してたっていうかね、推定収益っていうやつは見れるんですけど、それとそんなに変わんなかったですね。順調です。よかったです。昨日取り切ったからね、ゆっくりでいいわ今日は。今まで7時半とか8時ぐらいに起きて、8時半ぐらいにはウバオンしてたからね、だいぶゆっくりで楽ですわ。まあ、ずっと頑張ってるとね、体がパンクしちゃうから、たまに頑張って、あとはゆっくりして、それでいいんじゃないかな。もう年だしね。10時15分、ウバオンして自宅待機からスタートします。寒いのかな。気温はまあまああるんだけどね、ちょっと曇ってんだよね。ちょっとでも薄着で行こうかな。薄着で行って寒かったらもう帰ってこようかな。なんかね、やっぱ昨日までのね、稼働で燃え尽きたっていうか、燃え尽き症候群っていうかね。で、明日明後日ゆっくりしたいっていうのもあるから、もしかしたらもうクエスト取んないで終わっちゃうかもしれないです。あるあるなんだけどね、結局1週間続けてゆっくりやるか、パッとまとめて前半にまとめて後半ゆっくりするかみたいなね、そんな感じになっちゃうかもしれないですけど、とりあえず30、35のクエストにしてあるんで、まあ今日は10から15できたらいいかなぐらいでは今考えてます。まあ、どっちにしてももうこの時期ね、もしクエスト取らないで、でやらないで休むってなったら確定申告進めたいんで、ずっとそれがもうなんか頭のここら辺ででっかくなんかネックとしてあるんで、その早くね終わらしちゃいたいんで。ただ土日税務署やってないからそこなんですよね。まあでも会計ソフトフリーっていうのに登録してまだしてないんですけどね、してみてサクッと進むようだったらそれで終わらしちゃいたいし、ちょっと考え中です。10時半です。もう出てきました。なんなかったな、一切自宅待機でね。とりあえずアウトレット行こう。アウトレットブラブラしながらちょっと様子見ますか。まあ着くまでになっちゃうかもしれないけどね。いやー、あのね、 Google の登録が終わってよかった。終わってっていうか、まあ 95% 終わって、あとは本当さっきも言ったようにね、振り込まれた金額を数十円ね、100円、1円から100円までの中で1回お試しで俺が登録した銀行口座に振り込んでくれるんですよね、 Google AdSense から。でその金額がいくらかっていうのをこっちで打ち込んで、で合ってればあの銀行登録も完了で全て完了って感じですね。
それで終わります。やっと登録が収益化申請して19日かな、申請したのが、あ、申請したのはもうちょっと先か、16、まあ、15日ぐらいだとして15日ぐらいに申請して、で19か19に申請通って、で銀申請通って、そっからだいたい 2,3 週間ぐらい待ってピンコードが届いて、でそのピンコード入れて、で収益のね金額が、まあ、8,000 円以上であれば銀行登録、まあ、1,000 円以上か、1,000 円以上だったら銀行登録が可能って段階で、まあ、そこはあっさりクリアしてたんだけど、日にちがね1月の末で締めたやつの確定が2月の10から14の間に確定だったから、それが最近ね、今日確定して、で余裕でやっぱ金額も超えてて、登録も銀行登録もさっき終わりました。であとは確認待ち、ちょっと説明下手ですいません。やっとここまで来ました。でずっと推定収益っていうのを見れてたんだけど、ほぼそれと変わんないんで、まあなかなかいいんじゃないでしょうか。19日から収益化のやつにしたから、11日か12日間でその額だったら全然いいんじゃないでしょうか。登録まだ1000人だからね。本来はねその額、まあなかなかいかないだろうけど、スパチャもあったからね、 AA さんがすごいドカーンとスパチャ入れてくれたから、それもでかかったかもしれないです。スパチャがだいたいこの前も話したように4割ちょっと持ってかれるんですよね、Google 側に、 AdSense 側に。まあそれでもドカーンと入れてくれたから、それもすごい良かった。やっとでも今月からね、これで Google の収益が、まあ1ヶ月分ってわけじゃないけどね、11日か12日分がまず入りますんで、さあ何にその収益をね生かしていこうかって感じですね。ずっとプールしてって、それをでかい額にして何か買うっていうのもいいし、入ったお金を毎回何かに使うっていうのもいいし、何かには使いたいですね。 YouTube に生かしたいです。最初のうちは投資したいです、 YouTube に。まあちょっとした金額ではあるんですけど、第一歩です。3月の末には1ヶ月丸々の収益が入る感じだね。何に使おうかな。
朝一で仕事前に来ることないけど、今もうオフラインにしました。ちょっとチャットね、ナイキとアディダスとノースフェイスだけパッと回っちゃいます。極力ね買わないです。極力、まあ買うにしても帰る前寄って買っていく感じ。荷物になっちゃうからね。あ、まだナイキはあれだね、2点購入 20%、 3点購入 30%、 まだ継続中です。ACG がだいぶ落ちてきてるね。まあでもいっぱいあるしな。もうちょっと時が経てば安くなるかもな。3割引きでも5、6000円しちゃうからね、ジャケット。まあ無理して買わなくていいかな。ナイキ SB のニットキャップは欲しかったけどね、すごい地味な感じのやつ、999円だから3点買ってそこから3割引きだったらね、いい感じだけど、なんかと合わすときにちょうどいいかもしれない、あの地味なニットキャップ。モースはね、マウンテンパンツの3割引きは買いたいよな。3割引いて2万ちょっとか。まだ我慢かな。山登りの予定なんてないしな。アディダスはセットアップちょっと欲しいのあったけどね、 50% オフでセットアップで6000円ぐらいかな。悪くないんだけどな、着ないかな。仕事着でね、ウーバー着でセットアップ、どうだろうね。まあワークマン着るなら俺はアディダスのセットアップの方がいいかなって感じはするけど、いや靴がな、でもな、着ないか。まあ時期にもうあったかくなるしな、とりあえずちょこっとずつ商品は変わってってますね。で欲しいもんもちょこちょこ出てきてるけど、まだもうちょっと安くなる可能性を信じて、すごい欲しいんだったら買っちゃうんだけどね、なんとなく欲しいぐらいだから、まあ、無理して買わないで、もうちょっと安くもしなったら買おうかなと思います。11時9分、サイウバオン。髪がな、ここら辺短く切れちゃってんだよね、プツ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 。なんかもうこれが嫌でね、もう結ぶのやめよっかな。なんかみすぼらしいね、こういう感じはね。受取時にダブルに変更になりました。なので 1,2 件目ですね。そして後から来た方を先にまた運ぶっていうパターンになりました。最初の方がケミ川方面だったみたいだね。で後から来たのが宇多瀬で、だけど宇多瀬から行ってケミ川、まあ順路的にはそれでいいんだけど、順番がね逆になっちゃうのが微妙だよね。打たせからケミ川って行きづらいな、行きづらいっつうか行けないから、どうやって行こうかな。花見川沿いから行くか。
ダブルがなんか最近大変なダブルばっかだな。まあ言っちゃいいけど焦らず行きましょう。今日は雪見側で2軒目行くから、次からは幕張側稼働に変えていきます。でお釣り陰性いただきました。ありがとうございました。お疲れ様です。ウーバーイーツです。次がねケンタッキー譲ったんだけど、お客さんの名前見たら最近毎日行ってる人だ。最近毎日ね、いろんな店からなぜかその人をすごい引く。まさかケンタッキーはずだ。それはいいね、近いしね。そういうマッチングもあるの。お客さんにはね、基本全部あのグッドは押してるんだよね。あのよっぽどなことがないから、99% 以上多分グッドはずっとお客さんに押し続けてると思う。そういうマッチング的なものもある。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。あれが昨日ね生配信で話してた打たせの要塞ですね。もう要塞、ほんと攻め入られないようにね、全て複雑に作られた。大手ゼネコンの各社が総力をかけて作り上げた都市ですね。25年前ぐらいかな。中身がほとんど全て違うっていうね、本当分かりにくい要塞都市です。今もこれから行くところは部屋番号だけしか書いてなくて、どの建物に行けばがいいかがほとんど分かりません。行って建物 の, あのパネルの相関図みたいのを見て部屋番号を探してって感じですね。そこから建物を当ててっていう感じで行く感じになります。多分東西南北分かれてる建物だと思うんですよね。だから南館とか北館とか書いといてくれれば一番あのすぐたどり着けんですけどね。それを入れてくれないと部屋番号でたどっていくしかないですね。これがねみんなここら辺の配達員の本当あんまり行きたくないっていうかね、まあ、行くと要は時間かかるんですよね。やっぱりドロップするまでに苦手としてる場所です。どれぐらいの建物数があるんだろうね。本当いろんな種類のマンションが乱立してるからね、この区画に。お、書いてあったな、何棟って。素晴らしい。
すごいこのね、何塔とか書いてあるのがね、めちゃくちゃ優秀です。ほんとみんな書いてないから。今日2回打たせ来て、でも2回ともこれで書いてあったから、すごい優秀ですね。もうすぐ届きます、それさえ書いてあれば。それが書いてなかったら時間かかります。ありがたい。お疲れ様です、ウーバーイーツです。建物面どうなんだろうな、消えてんのかな、バグで。今もね、建物面がなかったからお客様に問い合わせしたんだけど、住所は入っててね、マンション街のその住所の区画は分かってんだけど、ピンがね、ど真ん中に打ってあって、どのマンションにも刺さってないんだよね。それで部屋番号だけ書いてある状態なんで、書いたのかな、どうなんだろうね。昨日ね、生配信中ね、建物名が記載されないバグがすごいってみんな言ってたから、バグなのかもしれないからね、とりあえず今メッセージ送ったら帰ってきたんで建物名分かりましたけど、あんま頻繁にこれがあると嫌だね、手間、ほんと。ああ、でも気をつけて丁寧に聞いていかないとね。書いたのにこっちに反映されてないってパターンがあるかもしれないから。今1時ちょうどで6件だから、まあ11時17分ぐらいが多分最初のオーダーかな。だから時間3ぐらいで回れてんだね。順調っちゃ順調だけど、燃えるものがない。どうしよう、なんか飯でも食おっかな。あー、あれ行こう、コンビニ行っておにぎりもらってこよう、セブン行って。ゲット。とりあえずロッテリアが今鳴っちゃったんで、ロッテリア行きます。お疲れ様です、ウーバーイーツです。磯辺か、磯辺に飛ばされました。なんだ、まかりが入って公園でおにぎり食いたかったな。磯辺だとまたこっち側、海浜まかり側に戻ってきて、もう一個ぐらい取って飛んでいかないとな。てか今日ずっとでもないけど、ずっとかな、海浜幕張側にいるね。そういや、一回どっか行ったっけ。あ、行ったな、幕張側行ったけど、一瞬でこっち側に飛ばされたのか。まだ、あ、そうだ、行ったわ、 3,4 箇所行ったかな、幕張側。10分だからできるだろう、着いた頃には。なかなか鳴り続くな。まあブーストないしな。おにぎり食べたい。
グバイぜ。はい、あもうできてたぜ、うん、やっぱりこれぐらい時間かかんないとダメだね。チンタンタンは10分ピックぐらいだったらできてる可能性があるみたいな。もういい加減確定申告やろう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。おお、喜んではないんだけど本郷来たな。ようやく打たせじゃねえや海浜幕張から出れる。ああやっと出てあっちでゆっくりしてるか。2時半ですね。今10件、やっと幕張来れた。よし、食おう。無料おにぎりかな。よっしゃ、140、まあ150円以下ぐらいだからちょうどこれぐらいがいいかな。140。楽しい時間が過ごせてよかった。ずっとね、今公園でね、さかなちゃんと誠とずっと喋っててのんびり過ごせました。あと何軒かね、マックだけでも撮っていこうかなと思ってるけど、ずっとならない。ケンタッキーばっかしかならない。で、懐いたホットモットがね、今2回ぐらいなってんだけど、7分ピックがめんどくさいから行かない感じにして。誠がさっきケンタッキー行ったんだけど、それは打たせだったらしい。ああ俺が行けよかったな。そしたら打たせで帰れたのにな。今なんとかね、帰りの切符が欲しいな。それかマック。
疲れ様です、ウーバーイーツです。マジか、スタバ本郷あるの？スタバで本郷なんて引いたことあったか。いやマジか、家が行きたかったのに。逆あったっけ、スタバで本郷なんて。そろ帰りてえな、寒い。わどどっち、お疲れ様です、ウーバーイーツです。帰れない、いつ辞めてもいいって感じで、家のそばに行ったらって思ってたら、さっき本郷行って、今は幕張1の本郷寄りの方行って、どうしてもそっち側ばっかしか行かない。あ、まあどっちでもいいんだけどな、暇だから。なんか楽しいことないかなと思ってたら、明日楽しいんだ、そういや明日夕方から楽しいか。またアウトレットでも行っちゃおうかな。でも次行ったらもう買っちゃうな。どうしようかな。 ACG のフリースとナイキのジャケットな、春先着るやつとしていいなと思って、どうしよう、いらないかな。全部で1万円ぐらいってやつ、いらないな、どうせすぐ着なくなっちゃうか、買っても我慢だな、我慢。ノースのマウンテンパンツだけはでも欲しい、3割引きの間に2点買わなくちゃいけないからな、 30% オフにする。マウンテンパンツか、持っといてもいいよな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。よし、いやいや花見川側に近づいたから、これで帰るか。スーパー寄って、なかなか帰りの切符が手に入んなかったからな、これでいいや。5時20分終了します。13件で6000円ですね。なんでクエストは残り17の22、30の35でね、17の22です。明日明後日ね、夕方までできるから。まあ明後日はね、ただ俺が釣り行きたいっていうだけで、全然やろうと思えばずっとできるんですよね。釣りも行くか分かんないし、もしかしたら翼あたりから潮見表を見てね、行くって連絡が入りそうな気はしてたけど、今んとこ来てないから、まあそしたら行かなくてもいいかな。まあなんで35は取れると思います。明日の夜はね、ちょっと普通にね、友達と会うか。
スーパー寄ろっかな、なんか買いたいもんあったかな。朝飯が最近ねえのか。じゃあスーパー寄るか、パンとピーナッツでも買うか。牛乳もないからな、牛乳も買おう。そして早く帰れたからちょっとフリーをいじってみるか。フリーって結局無料じゃないのっていう話なんだけどね、何なのあれ。まあでも税理士に頼むぐらいだったらフリーやった方が安いか、毎月2000いくら払ってもね。ちょっと確定申告のことはこのまま専業っつうかね、個人事業主でやってくんだったらちゃんとしといた方がいいから、フリー使うか。国が用意したスマホ用の申告っていうのとフリーとどう違うのかね。フリーの方がやっぱ簡単なのかね。とにかくやってみないと分かんないよね。あれ項目がいっぱいあるだけで、実際項目いろんな項目埋める必要ないはずだよね、ウーバーなんてね。やってみないからなんか苦手っていうかね、苦手意識があるだけで、やってみれば結構サクッといくかもしれないし。なんかね、やろうとするとやる気が失せちゃうんだよな。でももういい加減やっとかないとな。ノートに書き出したやつを全部フリーに打ち替えてけばいいだけだよな、多分な。だ帳簿作んなくてよくなるはずだよね、フリーやればね。帳簿として記録が残るってことだよね。まあそれでやって今年のももうやり始めとけば、またね、年末っていうか来年の進行も来るし。Uber Eats と YouTube の両方の収益でって感じなんで、ある程度 YouTube で何でも経費は落とせそうな気はしないでもないけど、ある程度の収入を得てないと何でもかんでもってわけにいかないだろうかな。まあ出してみてダメならダメで直せばいいし、来年のはね、まあ、今年のは全部ウーバーイーツだけだから、あ、ウーバーイーツとあと前5月まで働いてたんですか、働いてたのやつで、そっちのはもう源泉徴収になって紙で来てるんだよな、税金も払ってるしね、そっちのは。一番良かったのは銀行登録が終わったってことですね。これで今月21日以降、月末までなのに振り込まれるでしょう。初めての収益が YouTube のね、それが楽しみ。
ただいま。起きてたの。痛い。あ、座り。お手。はい。待って。よし。今自転車持ってくから待って。お疲れ様でした。
Thank you.
やっとね銀行登録まで終わったんで、まああとは銀行の確認待ちなんで、まあここまでの流れをねざっと説明すると、1月の13日に登録者1000人達成して、4000時間も達成してたんですけど、1000人4000時間をクリアして、収益化の申請をしました。で6日後に1月19日に申請が通りまして、でそこからもう収益化しました。 CM つけて、で21日、22日ぐらいに、Google AdSense っていうね、収益を管理してる、YouTube の収益を管理してるところから、海外なんですけど、海外から打ち当てに郵便物を届けましたんで、その郵便物に書いてあるピンコードを入力してくださいっていう感じで、まあ、1ヶ月前後かかる郵便物だっていうことは、あらかじめメールに書いてありました。それが22日ですね。で、届いたのが、2月の6日に届きました、ピンコード。だいたい2、3週間かな。で、6日にピンコードが届いて、すぐピンコードを入れて、で、そのまますぐ銀行登録が開始するのかと思ったんですけど、収益の確定するのが、まあ、収益の申請をね、あ、収益化したのが19日だから、19日から1月の31日までの、まあ、約12日間ですね。12日間の収益が2月にもらえるっていう感じなんですけど、2月のだいたい10日から14日の間に確定するらしいんですよ。だから6日にあのピンコードを入れて、すぐもう収益確定してって感じではなかったんで、6日にピンコード入れて、で今日確定しました、収益が。今日12日なんですけど、今日12日で収益が今日の朝見たら確定してて、で8000円超えるとね、もう今月末に振り込まれるって感じなんですけど、8000円無事超えてたんで、銀行登録を開始。まあ銀行登録が1000円超えてれば銀行登録開始ができるんですけど、もらえるのは8000円超えてからですね。で、まあ両方の条件クリアしてたんで、もう銀行登録をできますって状態に今日なってたんです。で、今日の朝銀行登録、しました。で、銀行の登録すると、まあ翌日か翌々日ぐらいに、Google AdSense の方から、1円から100円までの間の、まあ、その間の金額を僕の銀行口座に振り込まれます。で、それがいくらだったかっていうのを、今後ですね、明日か明後日ぐらいに確認して答えたら、銀行登録も完了で、すべて、収益化がすべてちゃんと完了した形になりますね。ちゃんとここに住んでて、銀行はこの口座でっていうのがすべて確認取れて、きちんと支払われるっていう状態になります。今ねちょうどその段階まで来ました。あとは本当振り込まれた数十円の金額を確認取って入れて終了です。で今月の21日から21日から28日、2月なんでまでの間に1月分のね、12日分の収益が振り込まれる形になります。ようやくね、YouTube と Uber Eats で、Uber Eats が収入源っていう状態になって生活が始まります。そんな形ですね。今年からバッチリと進められました。なんでね、今まで専業ウーバーイーツって言ってたんですけど、もう専業でもないじゃないんですよね。一応両方仕事してますんで、まあそういう感じでこれから、まあ、収益もどこまで発表できるかがまだちょっと分かんないんで、今のところはまだ発表してないんですけど、そういうのちょっと調べてから発表できるようであれば発表していきたいと思います。まあ
濁しながらでも大体分かるようにはね言えるとは思うんで、まあ他のね YouTuber さんを参考にしながら伝えていければいきたいと思います。今眠くなってきたから風呂に入ります。気持ちいい。まあ今動画編集してたんだけど、まあその前にね確定申告のあの用紙のね確定申告書 B 青色申告なんですけど、確定申告書の記入が8割方なのかな、とりあえず終わりました。税務署に持っていけるぐらいのレベルで、でやり方的に最初ね会計ソフトフリー使おうと思ったんですけど、フリーはどうなの、帳簿作成用のソフトなんだろう、あソフトつかアプリなのかな、ちょっと結局やんなかったからわかんないんだけど、なんかね、まあ帳簿なのかな、3ヶ月前からやってなくちゃダメみたいで、確定申告する3ヶ月前ぐらいか、だから9月までには登録してやってなかったら令和2年分の申告には使えないって感じっぽいんだよね。ちょっとね詳しくは分かんないけど、そういう記事を見つけたんで、だからとりあえず今回フリーはあのやめときました。で記入の仕方が分かんなかったんだけど、あの確定申告って検索するとどこだっけ、どっか国のね国税庁かな、国税庁のホームページかなんかにつながるんですよ。でそこにネットで申請みたいな項目があって、そこで照らし合わせながらね、ここに記入してください、ここに記入してくださいっていうのをずっと打ち込んでて、でそれを後で写しました。あの数字がね勝手に計算されて出てくるから、案外本当にそれを写すだけで大丈夫だったら案外簡単だったのかもしれない。で基本UberEatsの場合そんなに、まあ俺他に事業所得があるわけじゃないし、あとはもう一個あるとしたら5月まで働いてたね給与所得で、そこの方は源泉徴収票もらってあるから、まあそれをそのまま打ち込むだけだったし、まあ書き写して、であとはUberEatsの事業所得を入れてって感じでしたね。で保険、自分の入ってる生命保険控除して、そんなもんだったかな。まあちょっと詳しくわかんないんで、これで終わりってわけじゃなくて、この状態で記入して、で税務署を予約して行こうと思います。ちょっと来週のクエストの回数を見てから行くタイミングは決めようと思うんですけど、まあ近日中には行きたいなと思ってます。とりあえずそこまでの状態にはなりました。であっちで税務署行って相談しながら作り上げて終了って形にしたいと思います。来年からの方が大変、来年通過で令和3年分はもっと大変っていうかね、今度 YouTube の収益も入ってくるから、まあより複雑になるかな。でもう来年からのやつ、まあ令和3年から、まあ今年だね、今年からつけてくるやつはフリー使おうかなとは思ってます。
ですね。はあ、とりあえずでも今日でいろいろまた一段落してやんなくちゃいけないことがちょっとずつクリアされていく。それはそれで気持ちいい。もうね、飯も食ったんでこの風呂入ったらあとはまた編集やってちょっとゆっくりして寝ます。